トゥーレは、スウェーデンのスーリーグループが展開するブランド。スーリーグループは、スウェーデン丸目に本社を置き、カーキャリアの世界最大のメーカーである。コーポレートスローガン、ブリング・ r l ライフを掲げ、製品展開は、カーキャリアにとどまらず、プロも使用する、本格的なアウトドアバックパックから、リュック、スーツケース、自転車チャイルドシート、ベビーカーまで滝にわたる。 そのデザインは国際的なプロダクトデザイン賞を多数受賞すると高い評価を受けている。物をより安全、簡単、スタイリッシュに運べる、機能性の両立、そして単純に物を運ぶソリューションを提供するだけでなく、アクティブなライフスタイルを喚起提唱し、それらを実現するための製品供給をモットーとしている。世界30カ所以上に拠点を構え、 約140カ国で販売をしている。1942年、エリック・サリンにより、スウェーデン南部の森深い町ヒラーストープで創業された。設立当初は湖に生息するカワカマスを取るための金属でできた漁師道具など金属製品を加工販売していた。戦後民間に車が普及し、カーレジャー需要の高まりを受けて、スキーラックや ルーフバスケットなど持ち前の金属加工技術を活かし今日のトゥーレにつながるカーキャリア製品の展開を開始当時のスウェーデンにはカーキャリア製品を販売するためエカーも多く存在したが優れた利便性と耐久性でブランドとしての支持を獲得した1970年代から1990年代初頭にかけてスキー サーフィン等のレジャー産業の発達に伴い、適時キャリアを投入し、拡大、ヨーロッパ、北米進出を成功させ、アジア進出においては日本が最大のマーケットとなった時期もあった。2014年11月、ナスダックストックホルムに株式を上場した。2016年7月、オランダのチャイルドシートメーカーの GMGBV を買収、2018年12月、 アメリカ合衆国のテントメーカーのテップやアウトドアーズ、インクを買収した。1980年代初頭より日本に輸入され、始めた日本をおけるカーキャリアシステムの元祖。カーキャリアシステムは大別すると、車のルーフ上で土台となるベースキャリアとその上に取り付けるキャリアに分かれる。キャリアで最もポピュラーな製品はボックスで、これは一般にはルーフボックスなどと呼ばれる。 車のルーフ上に、バー、フト、キットから構成される、ベースキャリア、いわばシステムの土台となる部分を取り付ける。ルーフレール、T トラックやレインガターが標準装備されている車はキットを取り付ける必要がない。キットは、車メーカー、車種、年式ごとに異なるルーフの形状にフィットさせるための部品であり、膨大な種類が用意されている。キット、 もしくはルーフレール、T トラックレインガター状に、いわゆる足となるフットを装着し、バー2本を前後に取り付けることで、ベースキャリアは完成する。バーにはベーシックな、スクエアバー、横にスライドし積み下ろしを楽にする、スライドバー、空力を考慮した、翼形状の、ウィングバーがある。ウィングバーは2012年から投入され、他のバーに比べ幅広であるため、古いキャリアは、使用できない場合がある。 キャリアには汎用性の高いルーフボックスのほか、スキー・スノーボード、自転車、サーフボードカヤック・カヌーなどの積載対象が明確な製品を用意している。日本法人、スーリージャパン株式会社は、スーリーグループの完全子会社として1998年に設立。日本国内の販売代理店に対する営業、マーケティングと製品設計を中心に行っている。 ありがとうございます。